I 型支柱に変更後のセスナ 140A1946 年のセスナ120セスナ140は第二次世界大戦後の1946年に生産が開始され1950年まで生産されたアメリカ合衆国の軽飛行機である。派生型に連価版のセスナ120と4座席のセスナ170がある。5年間に7664機が販売された。 85HP または 90HP のコンチネンタル水平対航空冷4気筒エンジンを装備した単発高浴機である。金属製の胴体にハフバリの機体として生産が始められた。1946年の販売価格は 3495US ドルであった。1949年に翼を金属製に改め、翼支柱を V 型支柱から I 型支柱に変更したセスナ 140A の生産が始められた。セスナ120はフラップや D 形状のサイドウィンドウ、電装部品を省略した廉価版である。エンジンを強化してサイズを大きくして4座席としたのがセスナ170である。5年間の生産の間に定期的な翼のハフの交換をやめるために翼の金属化や 急ブレーキをかけた時の前のめりになるのを防ぐために、主脚にエクステンダーが追加されるなどの改造が行われた。セスナ120については不評であった視界の問題から D ウィンドウの追加、伝送品の取り付けが行われた。後継機は3車輪式の主脚に改めたセスナ150である。ありがとうございます。